こんにちは、速稼塾の久保です。携帯電話の料金プラン、非常に頭痛いですよね。いろんな会社があって、いろんな料金体系があって、それに応じたいろんなサービスがある。一体どれを選んでいいのかわからない。だからいつものショップに行って販売員さんにお任せしちゃおうみたいにすると一番高いんですよ。今日はですね、皆さんに私がたくさん使っている携帯電話のプランの中で一つ紹介したいものがありますので、そちらのお話したいと思います。答えから申しますと、今届いたんですけどもね、ドネドネっていうね、格安スマホのプランがあるんですよ。で、私はね、去年の7月まで毎月3万円以上の通信費を払ってました。これはなんでそういうことになるかっていうと、窓口で丸投げしてたからなんですよね。でも速稼塾生の中にはこういった料金プラン、通信プランに詳しい人がね、いるんですよ。で、彼がね、私のことをすごく気にして今回もドネドネを紹介してくれたんですけども、その前に昨年私はその3万円の料金プランをスターサービスってところに切り替えたんですよね。スターサービスは4860円でもう使い放題っていうかね、放題ではないんですけども、40ギガ、おおよそ私が困らないような3万円で受けたサービスを4860円で使えるようになったんで、わ、これはいいなと思いました。プラススターサービスは代理店によるコミッションが上がってくるんですよ。ですんで私は逆に今ね、スマホを使うことによって毎月10万円前後ずっともらってる状態です。非常にありがたいなと思います。今回はそのスターサービスの紹介ではありません。まあ収入にはならないけど、ただ安いだけで50ギガ使おうと思ったらこれだっていうのがありましたね。ただ安いだけで収入にはなりませんから、その辺ね、人に紹介するつもりがない、スマホを副業にするつもりがないって方は選べるんじゃないかなと思います。そのサービスがこのドネドネってやつなんですよ。どんな料金プランかこちらをご覧ください。はい、たっぷり通信容量50ギガで2480円毎月プランです。50ギガというと、私が動画をアップロードバシバシするでしょう。当然 YouTube もほとんど24時間使いっぱなしです。あ、それは言い過ぎかな。まあ、一日の大半 YouTube 流しっぱなしです、私は。それでもね、上限容量に被ったことありません。大体ね、大体30ギガぐらいを使うそうです、今。平均的に、多くの方。で、ソフトバンクで提供されているなんとか放題は20ギガなんですよ。そういう形で、ちょっと足りない風になんとか放題っていうのは設定されてるんで、だからね、プラスで、10ギガ、5ギガ買っちゃおうかなってことになって、それがうまい戦略になってるんですよね。でも今回は50ギガで2480円、ほとんどの人はこれで困ることがありませんね。それでね、カスタムプランとベーシックプランってあるじゃないですか。で、私はこのベーシックプランを勧められたんですけども、最大通信速度 3Mbps です。通常はね、1Mbps だそうです。私の場合は 10Mbps で使ってましたんで、 3Mbps になるとちょっと遅く感じるかもしれませんけども、でもほとんどの場合私は Wi-Fi 環境で使ってますので、まあ特段問題ないなという判断です。じゃあベーシックじゃなくてね、カスタムプランはどういうことになるかっていうと、カスタムプラン、これね、対象アプリ3つに限っては無制限の通信速度、つまり YouTube、Facebook、あとは私の場合は他にメールぐらいですかね、この3つを対象アプリ無制限にしておくと、その他のアプリに関しました 1Mbps なんですけども、対象アプリ3つに関してはもうね、ストレスフリーで Wi-Fi 利用ができるんですよね。ということで私の場合は使うアプリがほとんどね、ありません。 YouTube ぐらいなんでこっちにしましたね。うん、いや、良かったですね。ということで、これを使い分けていけるなと、2480円ね、どうですか、これいいでしょ。ドネドネ今届きましたんでね、このドネドネの SIM を今ナンバーポータビリティでソフトバンクからね、あ、これしか入ってない、これしか入ってないですよ、なんか、うん、SIM カードがあるだけなんで、 SIM カードを差し替えたらその瞬間ドネドネのサービスいいんですよね。接続設定ガイドもありますので、初めての方でも安心
2日でも安心なんでしょうかね。はい、じゃあ2日目でも安心、初めての人でも安心ということで、これからこれ切り替えてね、私もドネドネユーザーになっておこうかと思います。あの多分ね、ほとんど環境が変わらずに料金だけ2480円っていうことに多くの方はなると思いますね。はい、じゃあドネドネに関しまして興味がある方は、まあ、動画概要欄から公式サイト見ていただければいいんじゃないかなと思います。その他ね、このドネドネに関してのご質問は私を通じてこういうのに詳しい椎の木康晴くんによろしくお願いします。まあ私を通じなくてもいいですけどね、連絡先知ってる方は直接連絡してみてください。それでは今回は以上です。